天孫降臨飛騨説の今日は飛騨編最終回です。5日目はですね、暗山3日目かなんかにね登る予定だったんですが、雨で、それが延期になって、予定を変更してたんですね。で5日目は私は北海道に行かなきゃいけない用事がありましたので、私だけ、途中で抜けてですね、残りの方々が皆さん暗山に登山されたと。その登山された模様は広角カメラでね、撮影されたものがあって、短い動画なんですけれども、今日この私のお話とともに、お見せしようということです。最終回なので、ちょっとまとめさせていただきますね。古事記日本書紀、これは日本最古の書物とされてますけれども、飛騨説によるとですね、これは飛騨と途中から敵対関係にあった出雲教、現代の出雲教とは全く一切関係ありません。ここは注意をしてください。当時の出雲教、出雲族ですね、大国主の御事と、敵対関係になってしまったと。そして、その出雲族の方が、経済的にもですね、そして、外国からのね鋳造技術ですとか文化、大陸文化をですね、使い、政治力もあったのでしょう。日本全国を制覇していき、天皇を政治利用したということですね。今でもね、天皇は政治利用してはいけないということになってますけれども、事実歴史を紐解くとですね、ずっと源平もそうです。政治利用していくことは明らかですね。その中で「古事記日本書紀」は出雲族の立場に立って書いた。したがって曖昧模糊としている、非常に、抽象的なというかおとぎ話的な話になってますよね。ただしここで、私の加工動画というかこの飛騨編の動画にコメントを残された方が「四国」説、飛騨ではなくてですね、古事記日本書紀は間違った訳し方があるという、全く私も知らなかったお話がありましたので、それはそれで関心を持ってます。ですから私は、今回のですね取材者として行ってるわけで、私自身は山本健三先生とは面識がありません。私以外の方は全員山本健三先生のね弟子の会ということで直接ご指導を受けた関係なんですね。山本健三先生のプロフィールはですね、今ここにテロップを流しておきます。もともとですね学校の先生だったんですが、飛騨から代々伝わる口伝、口碑、口伝に伝われている、話をですねまとめていくうちに、最初は半信半疑だったのが、そのうちに確信に至ったという。その山本健三先生が著作となっている本が何冊かあるんですけども、ちょっとね簡単に私の方から述べさせていただくと、まず第1点がなぜ飛騨なのかと。それはですね、日本列島が、大陸からこう大昔ですねこう離れていくときに、海の中から最初に頭を出した陸地というのが飛騨、乗鞍岳だったと。5億年前に隆起して初めて水上に頭を出した、と。日本最古の石仏化石が発見されてるんですね。それが天然記念物になってます。80万年間大陸が氷河した時代に日本列島は世界一の暖流に包まれて、アフリカは雨が少ないので400年前の猿人の骨が残っていますが、日本は酸性度でタウのため溶けて残っていない。私は事実ですね、前回前々回その前もその3本続けてですね、宮川考古館というところに行ってきたところ、そこに残っている縄文の遺跡を見た時にですね、これは科学的検証の上でですね、紀元前3500年まあつまりですね世界最古の歴史は4大文明、黄河メソポタミア、そのナイル川周辺からですねがこれが文明の始まりだということは、全くそれに対峙する形でですね、それよりも昔の遺跡を見たことによってですね、歴史というのはいかに、まあもともと英語でいうヒストリーってヒズストーリーですからね、誰かが作ったことをやみくもに信じてしまわされているということはあろうかと思います。事実、天孫降臨、要するに日本人の大和民族の起源、スメラミコトイコール天照大神はその先祖はどこなのかというので、これは諸説あるわけですね。私はですね、飛騨である説を、取材しまして、私自身の感想としては、状況証拠的にありえるなというふうに思ってるんですね。山本健三説、飛騨説ですね、飛騨説を読み進んでいくと非常に帳尻のあった物語になってるんです。飛騨という文字をことごとく消したことによって、おとぎ話というかちょっとありえないようなですね、お話、辻褄が合わない話になってしまってるということは一つ言ってます。もう一つの状況証拠としては、要するに書物がしっかりしてるという点が1点。そしてもう一つがですね、代々ですね、この後につなげる暗い山という山があります。これが、天皇の先祖であるという山なんですが、こちらの山の木をですね、杓木、これは過去動画に話してますんでこのままつなげます。木の板がありますね、杓木と言いますけれども、これは2000年来天皇の即位式に使われてるんですけれども、これは全て飛騨産なんですね。飛騨は木目がいいと言われてますけれども、実はその裏側にはですね、飛騨が天皇の先祖であるということを裏付けてるのではないかということで、私は物的証拠の一つとして飛騨説をここでありえると思いました。これは私はネットで拾った情報ですけどもね、まあお調べになってみるといいです。これは状況証拠となり得ると思うんですね。なぜ暗山なのかということに関しての記録をインターネットで見る限りは私は分かりませんでした。ただし暗山じゃないという説がないであれば飛騨産であると、実際その飛騨で作ってるというね、方々もインターネットで見ると、散見できるわけですから、それが状況証拠2なんですね。なぜ大国主と、スメラミコトが、争ってしまったのかということについて、ここで、聞きかじりですよ、私も読んだ、限りで申し上げますと、日本最初の神イザナギ神とイザナミ神、義の方が男、美の方が女です。イザナギというのは、実はですね、そこから始まってることになってますけれども、イザナギからさらに男の方ですよ、先祖をたどっていくと、これが大阿波の上方様につながっていくんです。大阿波の上方様の下にずっと同じ名前で阿波の上方様というのが15代続いていったと。そして、その15代の16代目が、イザナギなんですね。しかもその15代続いていく男系の中でですね、三男というか末っ子はですねついていったと。現在の皇室、まあ、世間でいう家長婦制度に全く反対な順序なんですね。三男が続くと。その理由はある意味合理的と思えますけれども、親といる時間が一番長かったのだから自分で独立できるでしょうと。それはそうですよね。やはり親といる時間というのは一般的にはですね、多くは長男が一番長いわけです。ですから長男は自分で外に出て行ってやっていけると。そして家を継ぐのは最後の三男ですということで、末っ子の文化が阿波の上方様、大阿波の上方様からつながる15代阿波の上方様につながっていく。その末っ子がですねイザナギであると。イザナミという奥さんがいます。この奥さんが出雲から来たわけです。飛騨はイザナギの方です。そこから、ずっとね生まれてきたのが35代。これが、昼目ムチ。一般的には天照大御神になるわけですね。出雲族がですね、非常に勢力を持っていった。なぜ勢力を持っていったのかというと、外国からの国交が盛んになり、九州中国地方というのはですね、大陸に近いということもあるでしょう。そして、陸の孤島でありますね、飛騨に比べれば、外国人が入りやすい場所にあったと。大阿のお方様というのは神通力者だったそうです。預言者だったんですね。どういう預言をしたのかというと、これから日本は外国から攻められると。第二次世界大戦に見事に当てはまる予言でもありましたね。これは過去に何度も、日本国ではそういう歴史があったと。外国の勢力に乗っ取られないようにしようと。乗っ取られないようにしようということが建国の歴史というのはですね、非常に分かりやすいのではないでしょうか。ということで、出雲の人たちっていうのは非常にですね、システムを作るのが上手だったんですね。その社を作ったり、人々が集まってくるから徴税権というのをね、日本最初に皆さん、神様ありがたいからお金を落とすと。それは税金のようなものですね。そういうような徴税権を持ったということです。対し、天照大神、そういったシステムを持つことがなかった。ということですね。で、私はですね、私の意見をここで述べさせていただきますと、私自身はですね、何でもですね、渡来文化、大陸からね、さまざまな知恵や文化がやってきたんだということに関しては違うと思うんですね。なぜ違うのかというと、大阿のお方様という存在がいるいないにもかかわらず、人類がですね、最初にその起伏した場所がね、日本列島が海から頭を出した場所が飛騨で、そこには代々人間が住んでいたとするならば、当然文化っていうのは育まれ、その文化というのは家族という部分を持っていてですね、そして、その家族の中では争い事がないようにというような知恵が生まれてきてもおかしくはないと思うんですね。ところがですね、ネットでいろいろと研究をしてみたんですけれども、いかにも大陸からですね、さまざまなものがやってきたということにあふれてるわけですよ。日本こういう飛騨なんか全然ないわけですね。ただね、これ一つ得た否認、得た否認合わせてひえったと。実は飛騨の人を差別する。そこから童話が生まれたと。そういうことなんですね。今の童話の方は、ね、全くご存じないらしいです。しかし童話というのは当時の出雲教に対して反対の意を表した、正義の味方のですね、飛騨からすればですよ、子孫だということです。結局のところですね、長い縄文時代に私は大変興味を持っているわけですね。先ほど申し上げた通り、世界的な大陸的なというかね、まあ逆に言えば地政学上ですね、外からの、いつもさらされている状態の陸続きとかになりますとですね、争いが絶えないっていうのは当然だと思うんですね。そういった意味で日本列島というのは海に囲まれている。かつ飛騨というのは陸の孤島となっているというところで、地政学上とっても有利だということはわかると思うんですね。そこに4大文明以前からですね、人が住み着いていた痕跡、これ証明されてるわけですね。があるとするならば、そこには当然文化が育まれていったでしょう。しかし皮肉なというか、これが人間なんだなと思うことは、やはりそういった平和であったとしても、政略結婚ですとかね、そこには人間ドラマでですね、憎しみですとか苦しみとか、そういったものがついて回るんです。で、それが悪いことだと私は思わないんですね。そういう、悲しみ憎しみというようなものがですね、おのおのの自分の人格を形成する上で、自分を知る上でとても重要な要素となり得るわけですね。これはトルストイの「戦争と平和」でもその辺が語られているわけです。結局のところ人間はですね、戦いというものから避けられないのではないかということです。これは古今東西なんと、天皇の祖先というのが飛騨説ですけれどもね、そういう天照大神昼目口の時代からですね、もうずっと起きてるわけです。そのまた遡るところ、大穴の若田様15代はそういったことがなくて、完全今でいう唯心論の世界ですね。唯物論ではない。池のほとりで円陣を組んで瞑想をしていたと、その武器などのですね出土品がないわけです。縄文展を見ましたけどもね。ということは本当に、精神文化の高い脈々と続く文化があった。しかしそれは武力を持って、テクノロジーを持って結局のところ打ち負かされてしまいましたと。しかしそのDNA というのはね、守られてるわけですね。この真核によってですね、その細胞によって守られてるわけですけれども、その DNA にはそういった情報が全てあるんでしょうね。それが日本民族だと思います。ですからもう一度言いますけど、私は何でもね、大陸系の渡来日本へ、文化を与えたのは我々であると、そういうふうに喧伝すること自体が支配欲であり、悲しいから人間っていうのはこの支配欲からなかなか逃れられないでいるのではないかというふうなことを考えることができました。ですから飛騨説が正しいと私は思いますけれどもね、辻褄が合ってるから思いますが、それが正しいといえばですね、当然それを批判する、これもある種、日本建国ということに対してのですね戦いになってくるわけです。はい、ということを私は思ったということです。金城天皇がありがたいのかどうなのかっていうことに関しては、すいません、どちらでもないという私の意見を述べました。私以外の山本健三先生、弟子の会の方々は皆さんは、大変天皇陛下をありがたい存在だというふうに考えています。そして、大国主の御事というのが完全に山本健三説イコール飛騨説では大悪党になってるわけですね。そして飛騨には大きな縄文文化があったということで、日本民族のルーツは飛騨であるかもしれない有力説だと私は思っているということで、この後私は撮影もしてませんけれども、弟子の会のね方が撮影した倉山、今度は私倉山直接行ってみたいなと強く思いました。ということの動画で続けました。心筋梗塞やってるもんで、いい話ついてくけど、もう少しゆっくりの方がいいなと思ったんで。なおですね、南九州編、九州編ですね、九州編、飛騨編、次はですね関西に入ります。今年関西に入る予定で、また山本建造説を深めていきたいと思いますが、同時に全く違う一節に関しても関心を持つようになりました。果たして、日本国建国というのはどういうものなのか、私の思いの丈をここで最終回で述べさせていただきました。